ふふ、私はすりガラスお化けだ。めっちゃ見えてるよ、霊夢ちゃん。誰も、私の本当の正体を知らない。すりガラス越しに現れるからね。霊夢ちゃんふざけてないで本編行こうよ。全然乗ってくれへんやん。乗らないついでにいざ本編。影ってだけで怖い。出てきやがれオブジェクト。絶対開けるな。SCP-1571JP、悲痛の訪問者です。特別収容プロトコル。SCP-1571JP の収容は、その性質上、不可能です。しょっぱな雲行きが怪しい。SCP-1571JP によって、発生する異常現象と、似た行動をする不審者の情報をニュース番組や SNS 上でルフしてください。 SCP-1571JP の出現が確認された場合、フィールドエージェントを派遣し、周辺住民へのインタビューを行った後に記憶処理を施してください。付き合い行こうよ。私吉野家派なの。なんやその会話。説明でござる。 SCP-1571JP は日本国内の施錠された玄関扉前に午前1時から午前3時の間に出現する存在です。 SCP-1571JP は人型をしており、出現は毎年2、3例確認されています。そこまで多くはない感じかな。不思議なことに、ドアスコープ、扉の外からは観測できません。すりガラスが用いられた扉を通してのみ、内側からシルエットとして存在を確認可能という仕様です。その結果として、このビジュアル、声に関しても、屋内の居住者しか認識できない、不気味オブ不気味、フィーチャリング不気味。SCP-1571JP の行動と、その変化だよ、チェケラウ。SCP-1571JP の行動は、出現から時間が経過するごとに変化します。経過時間、出現直後、扉をノックし、低い男性の声で開けてくださいと発声する。この時点では小さく穏やかな声、ただし玄関扉への外部からの干渉が不可能となる。つまり中にいる居住者しか扉を開けられない。一旦現れたら内部の人物が扉を開けるか消えるまで無視し続けるかの二択。困難無視っすわ。経過時間1分、扉を連続でノックし開けてくださいと連呼するようになる。出現直後に比べると声量は若干の増大を見せる。うん、怖いんだが、早く消えてほしいんだが。経過時間、約5分、扉へ強い衝撃を与え始める。発声の内容は前の段階と同様。声量は、前の段階からさらに増大する。声からは焦燥感、切迫感も感じられ始めるぞ。焦燥切迫したいのはこっちなんだよな。経過時間、約10分、開けてください、という発声のほか、居住者の氏名を連呼するようになる。どのようにして、居住者の氏名を把握したのか、それは不明。マジで変質者すぎる。つうか誰が豚ゴリラじゃ。経過時間、約15分、開けてください、から、開けろ、になる。扉に対しての衝撃もさらに増大。焦燥感や切迫感もより顕著に。なんで切れてんのこの人。経過時間、約17分、家屋内に存在する携帯電話や、PC のメールボックスに、差出人不明のメールが、数秒ごとに送信されるようになる。メールの内容はすべて、開けろ、に統一されている。いよいよ J ホラー的な展開になってきたぞ。つうかどんだけ開けてほしいんや。経過時間、約20分、SCP-1571JP が、扉前から移動することはないが、扉への衝撃に加えて、家屋の窓も同様の衝撃を受けるようになる。また、意味のない断続的な叫びを上げるようになる。いろいろ狂い始めて草。経過時間、約30分、壁も衝撃を受けるようになるが、発生は止む。シルエットは、もだえるような素振りを見せる。経過時間、約45分、突如として全ての行動を中止。その後消失、消失地点付近から、糞便に似た悪臭が確認される。トイレ借りたかったっぽい。SCP-1571JP の、サットネスバースト。SCP-1571JP は、便意を催している、謎存在。地震が出現した時点で、外部から扉が開けられなくなる。かつ、その恐怖感から、内部の者も扉を開けたことがない。しかも、衝撃こそ与えるが、扉や壁、窓を壊すことができない。結果、年に2、3回、下が収容違反を起こす。その時出たものが、後の私です。溶け巫女マジか。